ただ、政令指定都市なんですが、やはりちょっとね、人が少ないかなと、なんかまばらですよね。なんかちょっと寂しい感じがします。ただ向こうの方に行けば、赤字の方に行けば、人はたくさんいるんですけども、駅前だとちょっと人が少ないですね。駅南の方に行くともっといないんですね。まあ、駅南では少ないなと思っていますけども、まあ、6時半というのは、大体4時か5時ぐらいなので、まあ、それでもね、全然できない、30分ほど、はい、よろしくお願いします。ゲストです。子どもの未来を、作る党の、代表の、杉本修一でございます。2015年から、2015年に、前園中学校の方で技術、の常勤、講師をしていましたが、契約が、終わった後、杉本修一講演会という、政治団体を、設立をしました。無所属で、今年の4月に、浜松の市議会議員に出馬をして、落選をしてしまいましたので、8月28日に、子どもの未来を作る党という新しい、政治団体、ローカルパーティーを、設立を、しました。また次の地方選挙に向けて、お金のかからない、そして税金を使わないような、政治経済を目指して挑戦をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。選挙の4月に終わって、その後にソーシャルメディアの方もやっと始めることができました。普段の政治活動も動画に撮って YouTube の方にアップをしております。ノーカットの編集で動画の方をアップしておりますので、 YouTube チャンネルの方もよろしくお願いしたいと思います。2015年までに、いくつかの学校で、教育の、仕事をしていましたので、教育の、経験を、フルに生かして、変化のできるような、政治、経済というものを、提案をしていきたいと、考えております。前坂中学校も、そうでしたけども、やはり子どもの、数がかなり、減って、います。ただ、学校の教員の数は、かなり余っていますので、日本全国には、350万人くらいの、公務員がいます。しかも法律で、公務員の首が切れないようになっているということですので、今の時代ならば、インターネットや AI、ブロックチェーン、こういったものを使えば 90% の公務員はすでにいらないと言われています。さっさと法律を変えて公務員の首を切れるように小さい政府というものを目指して頑張っていきたいと思います。公務員の数を減らして子どもの数を増やしていけるような、そういった政治の仕組みを提案をしていきたいと思っております。日本の場合は、1年間に労働人口だけでも、40万人から60万人の、労働人口が、減少を、していってしまうと、言われています。今後、4、50年かけて、日本の人口は激減をしてしまいますので、今から、子どもの数を、増やしていくか、もしくは、人口が増えないのであれば時代の一斉に力を入れて、世界のグローバル企業に対抗できるようなそういった人材を、作り上げていく必要があると思います。今の日本にとっては、人口がまず、減っているということと、日本の借金は、毎年50兆円ずつ、増えています。ですので、
公務員天国を守るのではなくて、あくまで子どもの数を増やすか、人材育成を力を入れて、21世紀に活躍できるような人材育成というものを目指していきたいと思います。日本の国というのは先進国でありますけども、成熟国でも、ありますので、基本的には成熟した国の経済というのは大きな経済的な発展は、ないと思います。我々の生活を、楽にしていくためには、世界中から人と物とお金、こういったものを入り込んで、税金に頼らないような、そういった仕組みを、社会の手柄を、作っていかないといけないと思います。今の日本の、税金制度というのは、ありとあらゆるものに、税金がかけられていますので、非常に生活のしにくい国だと思います。個人所得税だけ見てもですね、最高税率は 45% と、かなり、高額になっていると思います。年収4000万以上になると、所得税、個人所得税が 45% で、住民税が 10% ですから、55% ぐらいの、所得税が、公務員に取られてしまうということです。だいたい税金を、増やしても得をするのは公務員だけですので、そういったところは、皆さんに、YouTube を使って、お伝えをしていきたいと思います。税金の使い方に、もっとミスを入れて、税金の無駄遣いというものは、徹底的に、潰していく必要があると思います。経済の弱くなっている、日本において、日本の公務員を甘やかすことは、もうレベル的にできないと思いますので、法律を変えることで公務員の首を切れるようにして、浮いたお金は、子育て支援の方に回して、0歳から4歳の、人口を、増やしていけるように、変えていきたいと思います。日本の、合計特殊出生率というのは 1.4% しかありません。平均値が 1.7% ですので、せめて平均に近い、数値にすることも、大事だと思います。特に、日本浜松の場合は、冬になっても雪は降りませんし、東京まで新幹線1時間半くらいに行きますから、首都圏や、東京の方で子育てする人たちにもっとアピールをして、子育て世代と、もしくは、起業を目指している人たちに対して、情報を、提供して、人口の底上げも、していきたいと思います。子育て世代、そして起業家を目指している人たちに対しては、浜松の土地柄というのは、かなり、有効な場所だと思います。大阪と東京の間の真ん中の位置にしていますし、当然家賃も東京や大阪よりも安く借りることができますので、子育て世代もしくは企業を目指している人たちに対して、我々の町の良さをアピールして人口を増やしていくということも必要になってくると思います。特に日本の場合は、税金がかなり、かけられています。ありとあらゆるものに、税金がかけられていて、ガソリンを取ってもですね、制限のガソリンを買えば600円は税金になっています。非常に、偏った、国だと思います。基本的には日本の場合は、公務員天国であって、国民ファーストの、国ではありませんので、国民ファーストになるように特に学校の、教育現場もですね、教員ファーストの、学校教育のカリキュラムに、なっていると思います。子どもたちが主役になるような、学校の教育にする必要もあると思います。まずは、足元から、しっかりとした、改革をしていきたいと、思っております。
ね、学校の教育というのは基本的には、答えを覚えるだけの、教育に、なっていますので、自分で考えて答えを導き出せるような、そういった、学校教育というものも、必要になってくると、思います。特に21世紀は、答えのない、時代でありますので、今までの教育の経験も生かして、21世紀に通用するような、できれば世界のどこの国に行っても英語で活躍できるような、そういった人材育成、というものを、目指していきたいと思います。昔は人や物、お金、この3つが重要でしたが、正義というのは、個人が活躍できる、時代で、あります。人材規制が非常に重要になってくると、考えております。今年の、10月に、消費税が 8% から 10% に、上がりましたが、消費税を上げる前に、公務員だけ、給料とボーナスの一部を、値上げをしています。これ以上、公務員天国にならないように、政治家はやはり徹底的に税金の使い方に対しては ですので、なるべく税金を無駄遣いさせないような、そういった仕組みというものを、地方議員と、国会議員はそもそも、仕事の、内容が違いますので、中央集権国家である、浜松においては、日本においては、なかなか地方で、改革をしていくのは、難しいと、思いますが、それでもできる範囲で、いい方向に、変えていくべきだと思います。前例にこだわって生きているのは公務員だけですので、我々の国民にとっていいように、規制を撤廃して、柔軟な変化ができるような、そういった政治というものを、作っていきたいと、思います。今年の4月、選挙は、落選をしてしまいましたので、まだ経験というのはありませんけども、ただ、いろんな経験に対して、柔軟な発想で、地方から、いい方向に、変えていきたいと思います。特に、4年前から、浜松市役所の前で政治活動をしていますけども、毎朝遅刻をしてくる方面がたくさんいます。そもそもタイムカードがありません。遅刻をしても処罰もないと思います。まずは、条例を、変えて新しく作って、遅刻をしてくる公務員に対しては、厳しく処罰ができるように、変えていきたいと思います。私が、中学校で講習をやっていた時も、タイムカードというものは全然なかったし、印鑑を押せば、無遅刻無欠席という扱いに、してくれましたので、やはりそういったところから、条例を変えて徹底的に公務員に対して義務と罰則というものを作っていきたいと、思います。それと同時に、未来の子どもに対して、投資ができるような、そういった政治の形というものも、日本の場合は、貯蓄率というものが、世界でもトップレベルで、ありますので、日本人の個人金融資産を、全部合わせると、大体1800兆円ぐらいの、資産が、日本国内でありますので、下手に税金を、上げるよりも、個人の消費というものを、をしていった方が、はるかに大きな、経済的な効果があると、思います。個人金融資産が、1800兆円、そ
投資の半分が現金で、銀行や預金所に預けられています。このうちの 1% でも使ってもらえれば、1800兆円くらいの 1% ですので、18兆円くらいの現金が市場に出てきます。消費税に直せば 7% ぐらいの経済的な効果があると思います。税金に頼るのではなくて、個人の消費を促進をして、安心して、消費ができるような、そういった、仕組みというものを、作っていきたいと、思います。これからの、政治家というのは、増税するのではなくて、減税をすることで税収入を増やしていけるような、そういった、政策を、目指していきたいと思います。日本国内とあとは海外にも、投資マネーがたくさんありますので、基本的には減税をすることで税収入を増やしていける調整をしていきたいと思います。特に、日本の場合は税金がかなり、いろんなものにかけられていますから、減税をして、個人の消費を促、していくと、個人所得税に関してもですね、累進課税であります。累進課税をフラット税に、均一税に、変えるだけでも、かなり、大きな、経済効果があると、思いますので、なるべく税金に頼らない、そういったスタンスで、新しい税金というものを、作っていきたいと、思います。これからの政治家の仕事というのは、減税を、することで、税収入を上げていけるように、柔軟な、政策というものを、作っていきたいと、思っております。ただ、次に挑戦するのは、地方の、選挙になりますので、中央集権国家でありますので、なかなか大きな権限はないと思っております。ただそれでも、やれる範囲の、ベストを尽くして、地方から、変えていけるように、調整をしていこうと思っております。4年間活動をしておりますけども、今年の市議会議員選挙は落選をしてしまいましたので、経験はまだありません。ただ、柔軟な発想で、教育の経験も生かして、前例にとらわれないような、地方の政治というものを、提案をしていこうと、思って、おります。それと同時に、SNS の方も、初めて力を、入れていますので、YouTube、そして、Instagram や、Twitter、Facebook、こういったものも、動画と画像を、発信をしていこうと、思っておりますので、YouTube チャンネルの方も、よろしくお願いしたいと思います。普段は、市役所の前で、政治活動を、やっています。時間があれば、5時か6時ぐらいに、駅前で、街頭演説を、しております。こちらの方も、動画をどんどん、アップして、いこうと、思っております。選挙に勝てばいろんな情報も入手できると思いますので、そういった内部情報も積極的に YouTube の方にアップをしていこうと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
本的には、税金に、頼らなくてもいいような、そういった、成長仕組みを、目指していこうと、思っております、公務員の数は、減らして、そのお金で、子どもの数を、増やしていくと、そして、人材育成の方に力を入れて、世界で、活躍できるような、そういった人材育成というものも作っていきたいと思います。で、日本国内だけではやっていくのが難しいのであれば、優秀な移民の人たちに来てもらって、我々の町で、起業してもらうと、そういった柔軟な発想も必要になってくると思います。ドバイもそうですけども、優秀な人たちに、ドバイに来てもらって、起業をしてもらうと、そういったことで、大きな発展をしておりますので、我々の町や日本、開放経済にして、海外から人と物とお金、こういったものを、寄せることができるように、柔軟な発想で、新しい、そういうものも、作り上げていきたいと思います。人材育成が、この国の生命線になってくると思いますし、人口が増えないのであれば、優秀な移民の人たちに来てもらって、新しい産業を、起こしてもらうしかないと、思います。技術的に、活躍していけるように、人材育成、そして世界で通用するような、そういった、子どもたちを、教育をしていくことで、強い経済に、していきたいと、思います。子どもの数は減っているのでありますが、学校の教員は数が余っていますので、細かい教育というものも、実現していけるように、教育の、改革から、始めていきたいと思います。なるべく税金を使わないような、そういった政治というものも、目指して、頑張っていきたいと思います。政治の経験はないことは、教育の経験を、生かしてですね、柔軟な発想で、調整をしていこうと思います。ソーシャルメディアに力を入れて、なるべくお金のかからない、そういった選挙を目指して、調整をしていきたいと思います。子どもの数を増やして、そして20年後、30年後も見据えて、新しい街づくりというものを、調整をしていきたいと思っております。また明日から、朝の6時40分から、8時10分まで、政治活動をやっております。そちらの方もですね、よろしくお願いしたいと思います。なるべく、毎日動画を YouTube に、アップをしていきます。非常に、つまらない事実でありますけども、私の YouTube チャンネルの方も、よろしくお願いしたいと思います。